こんばんちは、キュクノスです。今回はクリグラ上層。長くなりすぎたら分けるが、現時点では不明。タイトルやサムネでご判断ください。メンバーは二人でいいのか？道中では気が向いた時は戦うかもしれませんが、基本ガン逃げします。特別欲しいお宝はないもんな。それで破戦闘する意志のないガンビットを披露したところで、いざクリグラ。早めに地図の見方を説明しておきます。この手作り感よ。手作りですから。数字は点位表示、実際にゲーム中で振られている番号ではなく、同じ番号同士を点位するように振っています。色付きの丸はゲート制御装置のあるエリア。対応するゲートは同じ色の直線。T の文字はトレジャーのあるエリア。他のローマ字はそのエリアにあるものの頭文字です。点位装置で移動した直後はカメラは北向き。キャラは南向きです。また、現在地は赤丸、進む方向は矢印で表示します。この点位装置の先が上層。大雑把に説明は終えたので、この先は倍速を挟みながらお送りします。多分、このエリア中央の点位装置はアルテマ前の直通。一度向こうから使わないとこちらからは使えません。上層に来たらまずは一つしかない通路を進み、すぐに左でこの固定トレジャーのマップへ。現在タコ殴りにしてきているマザーグレネードはセーフティを持たない。手順や長さ F で処理してしまえばよかった。さすがにクリグラ上層を取り直すのはきついな。記念すべき第一トレジャーはマールコニーで。やめたら、クリグラ上層。豆に素材を使う人ならこんなもの、と言って叩きつけるところですね。ここに来てレイズを組んでアイテムをケチりに来たか。リソース切れで1からやり直しだけは嫌なんじゃ。それは悪夢だな。次に目指すハキタのゲート装置、その後東から攻略しとうございます。手順とかの理由があるのか？特別な理由はないのですが、私は東側はトレジャーだけ、先へのルートは西側だけ開通させています。どちらが面倒かってことか、好みは人によって分かれそうだな。さあ上層最初のゲート制御装置です。調べてから制限時間内にゲートを開通させなければならないが、敵を無視して走り抜ければ余裕はあります。地図を見ながら悩みたいならコンフィグをウェイトにしてコマンドを開いておけば OK。エリアの境目で回復しても大丈夫です。ちなみに前回の内容は探索後、アルテマ戦の前に行っているので、この時点ではリバースはないです。おい、残り時間が一桁。やめて、やり直し面倒なんじゃ。許された。試行時間中にタイマー止めないとこうなる。皆さんお気をつけください。お前がな。以降は多分大丈夫なはずです。こんなにギリギリにはならないんじゃないかな。全部曖昧じゃねえか。最近は少し取りためを再開したのですが、そのデメリットですね。編集時と最新のプレイで内容が違うから、記憶が曖昧になるってことか。少し置いといて固定トレジャー、千分のノギス。私がそのあたり曖昧になると、動画の順番すら間違えるのは皆様ご存知だろう。なんでちょっと偉そうなんだよ。まあ、二度もやらかしてるな。そしてここも固定トレジャーが、ない。なんでないの？ねえ。こんなんじゃ動画になんないよ。ここは 100% じゃないだろ、切り替えていけ。そうでした、ちょいちょい伊藤氏の嫌がらせが見え隠れするのがエモい、なんたるアトロシティか。おお、ブッダよ、まだ寝ているのですか。出るまで往復はさすがにカットして固定トレジャー、賢者の杖。これで2本だけど使う予定は。コラプスでデルタアタックする戦闘はまだあるので、その時に使います。もうすぐ次のゲートですが、現在表示しているマップの東側はトレジャー家のルートだけ確保したら戻って西側を攻略しに行ってしまいます。少しでも工数を減らしたいと。そうなんです。どちらを省略しても大差はないと思います。ちょっと画面の解説に。見失いやすいクリグラでは、進行方向に迷ったらコマンドなどで画面を止めて見回しましょう。通路は踏んだ場所にしか現れない。地図を見ながら侵入方向を見失わなければ、そこまで複雑なマップではないです。皆様がプレイするときにはぜひこの動画を見ながら。今回の動画にはそんなに自信があるのか？そう言われると最低限はできてるかなぁ。ってくらいですかね。ここの固定トレジャーは、ラバーコンシャス。
交易品で一つ、今の一つ、最強の盾で人数分の雷向こうが揃ったな。これであのモブも楽勝ですね。さて、戻って西側に行くわけですが、省略すると通らないエリアが出てくる。ですが、空賊の隠れ家のダランジーエクスプローラーはクリグラは対象外らしいので気にしないで言わずです。あれ、ゲート制御装置、調べてる。張り切って東側も開通させるらしいぞ。やだ、小生やだ、編集面倒くさいから省略しよ。エクスプローラーにクリグラは対象外らしくても念のため全マップに侵入しておくスタイルだったじゃん。ここをスルーした時点で戻ってくるのは見えてたな。まあ、現在表示しているマップはまだイントロみたいなものなので適当に喋ってつなぎますか。後半は地図の書き加えが必要かもな。アッシュドラゴンくんオフスオフス、モスフォーラであったからもう用はないよ。シェイドくんはセーフティを覚えてから出直しな。物理技が痛いからついてこないでね。ペニを投げたろか。やめてもったいない。またシェイド。喋ることないから違うの出して。ネクロフォビアくんには睡眠やエンジゴでじゅん。右枠に通称毒殺ネクロ法を簡単に乗せたので気になったら一時停止。死神くんは強いうざいまずいの3拍子。ハントカタログ梅は仮想でどうぞ。出現条件はクリグラでモンスターを倒した数が3の倍数の時に転移装置のあるエリアに転移装置を使わずに侵入すること。出るとうざいのに会おうとすると手間を取らせる雑魚の中のクズ。ここで私はひらめきました。アーシェの代わりにフランを投入したらさらに物資を蹴散れると。絶対に補給に戻りたくないという強い意志を感じる。ガンビットも今見ると万能薬の上にエスナをセットしておけばよかったですね。低レベルではここじゃ稼がないし、贅沢にアイテムを使うと赤字が出るしな。マザーグレネードくんは稼ぎ効率悪くないから近所に引っ越して。行くのが億劫すぎてクリグラにいること自体が罪だよ。この制御装置を調べたら今度は西側の攻略です。雑魚の一口攻略もしばらく必要ないぞ。てはこの時間でなぜザゾディアックエイジも旬をしばらく過ぎた時点から動画を始めたかでも語りますか。確かにまだ触れていない内容だな。それは PS4 を入手したのがこの動画を始める数ヶ月前程度だったからです。持ってなかったなら物理的にプレイはできないな。当時は PS4 でやりたいゲームが FF12 くらいしかなかったので別にいいかなと思っていたのですが、PS4 をプロに買い替えた友人がいたので、手放す前に中古屋に持っていくより良い値段を提示して譲ってもらいました。で、数ヶ月プレイしたり動画の作り方を調べたりしてから始めたのか。PS4 には録画機能があることは手に入れるまでは知らなかったのですが、そのおかげで特に何も購入しなくても始められるなら興味あったしやってみようかなと。みんなも軽い気持ちで動画投稿してみよう。固定トレジャー、シェルが、無責任に人に勧めるな。そうでした。タイトルとプレイングを選ばないと年単位で終わらないから気をつけてね。そこじゃねえよ。この話はこれぐらいにして、現在映しているマップの西側は、左下のトレジャーを回収したら制御装置を調べ、通りすがりに北のトレジャーを回収。中身は、ローレルクラウン。中央へのルートを確保してからここのトレジャーを回収します。後回しの理由は、25% で出現のトレジャーだからです。往復してたら時間が厳しいな。確率出現はランダムトレジャーだけで十分っすよ。固定トレジャーが確率っていうのは賛否あるよな。簡単にトレジャーを拾われたら悔しいじゃないですかわら。流れ弾に見せかけて別ゲーの開発をスナイプするのはやめろ。西側のルートも確保できました。9分やってまだ半分いってないな。どうしましょうか、あまり分けたくはないんですよね。アルテマ戦がないと見どころがな。先ほど言ったように、このエリアの固定トレジャーは確率なので、出るまで EC はカットしました。中身は、ヤグーの漆黒。これ本当に 25% なん、15往復くらいさせられたぞ。出ない 75% を14乗すると 2% 弱か、この動画ではリボン以外は割と引き強だったし収束しただけだろ。せっかく苦労したのでヤグーも1回くらいは使いますか。まさかヤズマ、それはないです。食いつき早いな。
そんなことよりこのクリグラ上層は次の転移装置からが本番ですよ。スカルドラゴンで欲しいお宝、交流の殻、いや、死竜の骨、はゼルテニアン洞窟でどうぞ。と間違いで戦闘してしまいましたが、用はなかったのでカット。ドラゴンゾンビと間違えたか。気まぐれで死神と戦闘するようです。準備3倍、戦闘2倍、戻しはカットでお送りします。沈黙が有効でデスは防げるが、HP50% 未満で使用することがある、ディメンジョン、は技扱い。効果力で一気に仕留めたい相手。オイルナパームショットもいいでしょう。気づかれないようにバニッシュをかけたら戦闘にならないようだが、私は成功したことがないですねー。さあ、この先からクリグラの本領。紫のゲートの制御装置は表示されている地図の9の転移装置の先にある。ここではまず黄色のゲート、リーブラを開通させ、東のトレジャーを回収したら、青のゲート、カプリコーンの北側を開通させ、水色のゲート、アルゴで転移装置9へのルートを確保。転移装置9の先に制御装置のある、紫のゲート、アクエリアスは東を開通させる必要がある。メンタルディストピア。あの奥ゆかしい伝統美を叩いたクリグラの姿はもはやないのか。青のゲート、カプリコーンを南側に開通し直さなければ、ならかった。現在はこの動画ではルートに関係しないエリアに侵入したので、これからルート構築に入ろうというところです。さっき死神にやられてたな。クリグラ上層、大東大地下層、ヘネ奥の3箇所は、アクスラ秩序を失った末法の世なので致し方なし。今出ていたライフポビトンは初期ステータスに減るはなし。相手にすることは進められないが、カタログ埋めなど必要ならオイルをかけて焼却処分。この辺りでやっと折り返しといったところでしょうか。現在12分、先は長いな。数秒単位で動画ファイル区切って倍速にしてエリアの字幕変えて赤丸置いて矢印置いて。産地とリアル時間がゴリゴリ削られてますね。東大地下層とヘネ奥の地図も作らないと。固定トレジャー、守りの指輪。次は青のゲート。カプリコーンの北側を開通です。そして一生懸命編集した移動の部分はスキップされてしまうだろうという。クリグラ上層といえどただの移動じゃな。残念だが当然。でもほぼ移動と固定トレジャー拾いだったルースオフ会だって普通に再生されてたじゃん。去るにはまだ早い。そうですね。固定トレジャーも残すは3つ。気合で乗り切りましょう。でも喋ることはもう。そろそろさらに加速させてもいいかもしれません。あと喋ることならいつもの CD の紹介もしてないですよ。それはいい加減どんな層に向けてるんだよ。次は水色のゲート、バルゴの西側を開通させます。昔見た RTA 動画で宿に泊まるたびに、おービールビール、と言いながらビールを紹介していたんですよ。それを私は投稿者は喋りたい時は好きなこと喋っていいものだと受け取りました。他人を巻き込むな。強いてどんな層にといえば、興味はあるけど何を聞けばいいかわからない、という人に向けてですかね。確かに紹介してる内容はそのジャンルなら誰もが知ってるような名盤ばかりだな。ゲート、アルゴが完了しました。次は青のゲート、カプリコーン、今度は南側です。そろそろ見飽きたかもしれないので3倍速に変更しました。見飽きたのは自分がだろ。せやで。ルートの紹介をしたくてもどのくらいやればいいかわからなくて。なら全部映してしまえの精神か。はい、カットは本当に最小限しかしてないです。速度を上げたのですぐに次のゲートを開けます。その後は次のマップに向かうからまた2倍速で。今回の探索でこっちを開通させるのはなぜかというと、オメガがいるのは11の転移装置の先。いずれ戦いに来る時のためというわけです。ではそろそろ、現在編集しながら聞いているのは、カンニバルコープスのブッチャードアットバース。初期デスメタルの名盤であり、初代ボーカルクリスキの名盤。イントロのチェーンソーを思わせるギターから始まり、おどろおどろしいクリスのボーカル。機械的な歪みだけでは出せない少しこもりながらも荒々しいサウンドも作品のまがまがしさを引き立てる。クリスキはこの次の作品も名盤と聞くが、持ってないんですよね。どちらもすでに公式が挙げているので聞いてみましょう。ゲームに戻って現在いる C のあるマップ。当然クリスタルの C である。
PS2 時代はここまで来ないとセーブできないというのが辛かったですねー。ザゾディアックエイジならオートセーブのおかげでこの長いダンジョンも中断できるのは嬉しいな。うっかり全滅もできちゃうのはちょっとぬるいと言わざるを得ませんか。この転移装置は上層最初のマップに繋がる。セーブしてここを開通させたら一安心。じゃあ安心したところで続きだな。ここまで来たら最後まで行きますか。随分参ってそうだったが、次回もクリブラなんて考えたくないので、大東大地下層、ヘネオク。そのあたりも恐ろしいですが、クリブラ上層と比べたら大したことなさそう。さて、今度は長旅、南の転移装置から飛んで、少し回って東のゲート、アクエリアスを開通させましょう。例のごとく雑魚を無視して進めば時間は余裕がある。少しと遅くに、いくらか前にも言いましたが、ウェイトでコマンドを開くとこの通り、ご覧の通りタイマーも止まる。この状態で周りを見渡せば時間を消費せずに方向を把握できます。次のエリアから移動は全部3倍速にします。時間もかかってるしな。この最尺はどうでもいい。ゆっくりを入力し続けるのが、悪い、やっぱつれーは。そりゃつれーでしょ、ちゃんと言えたじゃねえか、聞けてよかった。一人で何やってんだ。でもお前人様の動画を見るときは喋ってない時間があってもいいって考えだろ。そうです。でもね、自分でやってるとだんだんと喋ってない時間があると不安になってくるんですよ。脅迫観念めいてるな。素材を使う時間は喋らなくていいから使えるところは使う、というスタイルの人の気持ちがやっとわかりました。お前も使えば。いずれは、さあ、探索は終盤、赤のゲート、タウロスを南、北の順に開けてトレジャーを回収、ついでに転移装置11の先を見た後にアルテマ戦と行きましょう。そのアルテマだが、さっきアルテマのエリアに A を振ってたけど U の可能性も。そう言われると U の方がありえそうですが。まあ見てわかるでしょう。今さら地図の手直しは面倒ってことだな。私を舐めないでください。そもそも綴りを調べることから面倒なのです。そう。この最終盤は開通させた道を通ってトレジャーを拾うのが主です。ここまで来たらだいぶ気が楽だな。そろそろ西のトレジャーです。中身は、ヘースが。こんな移動を長々と視聴してくださっている皆様、もう少しの辛抱でございます。自分に言い聞かせている感があるな。当然。時間にしてあと約1分半。喋ることはもうとっくにないのでもう一枚何か紹介しますか。喋ることがないならゆっくりは休憩したらいいだろ。ということで次はメガデスのラストインピース。日本のバラエティ番組でその姿を見ることがあるマーチ、フリードマン氏が当時在籍していたスラッシュメタルバンドのフォースアルバム。メタル史に残る名盤中の名盤と呼ばれるものの一つでしょう。マーチ氏は日本語の上手い面白外国人みたいな枠で日本のメディアに出ることがしばしばあるが、マジのガチでレジェンドなんだよなー。作品の傾向はやや複雑な展開、テクニカルなフレーズが多め。それだけでは聞きづらい作品になってしまうのですが、スラッシュメタルとしての攻撃性は控えめに調整されており、その近世で聞きやすく仕上がっている。これも公式が挙げているので聞いてみましょう。固定トレジャー、アルテミスの弓。弓をメインに戦うならここでの入手では遅いですね。交易で先んじて何か購入しておきたい。では転移装置で先へ進みましょう。この先には先ほども言った通りオメガがいる。オメガ界にはルート紹介は省かせていただきます。ご若造前のオメガの姿もお見せしたいので、あれこれ見せたり自分の目で確かめてほしいとかバラバラだな。それは気分です。タイトル通り内容も自由なのがこの動画です。ここがあの観光名所。皆様の正面に見えますのがオメガマーク12でございます。出破乾燥した感じ。次はアルテマだな。戻りはカットで準備まで飛びましょう。ここがあの女のハウスね。ちなみに私はアルテマが大嫌いなのですが、戦闘中にそれを話す時間は多分あるでしょう。タンクはバン、アルテマは回避無視なのでヤグーでも振っていましょう。銃の方が強いん。それ以上良くない。非ダメージ返し持ちなのでブレイザーは悪手です。HP 満タンを維持しづらい戦闘なので、デコイ用にインディゴアイあたりにしておけばよかった。
ガンビットは異常空間用に魔法とアイテム両方で立て直しをセットしておくと、してないな、取り直せ。デコイは魔力の高いアーシェが使います。バンの体防具をミラージュベストにしてなかったら必中だったな。今回ちょっと雑じゃない？戦闘が割と綺麗に勝てたのでこれで良しとしましたが、見返してみると荒が目立ちますね。なおリバースの基本命中率は100、使用者の魔力が対象の活力と同値以上なら問題ない。それでハールてません、行くぞー。喋ることとの兼ね合いでいつものタイミングで言えなかったな。アーシェはもう一仕事、HP100% の時だけブラインを使わせます。アルテマの活力は90、魔力64のアーシェでは HP100% でも必中とはいかないが、当たらなくてもそれはそれで構いません。だが当たればブラナで回復するため、行動を1回潰せる。デハアルテマの倒し方ですが、一言で表すとデコイをかけたタンクにリバースをかける、通称デコリバーと、他のキャラは生属性吸収させとけばええねん。あとは基本的な立て直しと攻撃で大体勝てる。異常空間が本体まである。子供の姉ちゃんは裏ボス総王だって、それオリジナル版から言われてるから。右枠に大体乗せていますが、その理由を解説していきましょう。範囲攻撃は基本通りじゃのみ。これは生属性吸収で対処できる。全員が生属性吸収だと、放り射で逆転したキャラにケアルガやフルケアが飛んできますが、回避無視の通常攻撃も十分痛いから、おとりはリバースで対応すると基本的に補助の切れ目にしか事故らない。暗闇をブラナで回復させて行動を潰せば、さらに事故率は下がります。リバースが強いのはあるけど、お供の姉ちゃんは本当にこれだけ。問題はループするアルテマ。これのせいで勝つだけなら簡単でも、綺麗に勝つとなると補助の切れ目と異常空間の巡り合わせ運ゲーになってしまう。私がアルテマが大嫌いな理由ですね。対策としてはアイテムと魔法両方でガンビットを組むことだろうか。常にどちらかが使えない前提で、特に MP ダメージと魔法封印で魔法が使えない時間は少なくないです。ガンビットにリバースの魔剣もエーテル類もなかったが、勝つだけなら簡単な相手に潤沢にアイテムを使うなんてもったいない。皆様お聞きいただけたでしょうか。これがエリクサー症候群の実態です。怖いなぁとズマリストコ。キャラが動かなくなったことに疑問を持ってメニューを開きますが、何もしなかったな。ただの戦う封印でした。暇なのでアーシェを回転周期砲させておきますか。ご存知だろうが、一部の戦闘やフィールドでモヤがかかったようなエフェクトが出ているときは MP の回収量が上がる。消費の小さい魔法なら、歩きだけで十分回収できるようになります。消費の大きい攻撃魔法でも、通常プレイならよだめチャージだけで賄いきれることも。MP 回収量の差も考慮して、アルデバランワイダークショットのフランは消費の大きいリバース、回収量の劣るアーシェはデコイ優先でガンビットを組んでいます。今度は異常空間が魔法封印になったな。このあたりが特に運ゲーですね。補助がどのタイミングで切れるか。結果論、運ゲーに勝ったから動画になっているわけだ。でもアイテムさえ使えれば、相手の行動は単体攻撃か放り射なので多少崩れても手遅れにはならないはずです。アイテム禁止になった時に、火ダメ返しで倒れたら立て直すガンビットは組んでないぞ。よだめ的にそこまでに瀕死まで持っていけるでしょうし、瀕死棒より UP の上からなら自滅できるほどの火力にはなりません。定期的に放り射で回復もするから、今最大の運ゲーポイント。魔法封印でリバースが切れているところに放り射で番が倒れるがすぐにペニオで復帰。直後異常空間が技封印に変更、デコリバがスムーズに入り、あっという間に立て直し完了。本当に運ゲーに勝ってやがる。あとは筒がなく終了するので、今のうちに次回予告をば。次回は大東大地下層を探索。これもどう編集しようか考えもので、地図も用意したいのでまた時間がかかると思います。大雑把に固定トレジャーとギミックを紹介しつつ、ランダムトレジャーを地図と右枠に任せてしまえば編集はすぐ終わりそうだが、多分そういう路線になると思います。さて、少しアルテマ戦の話を。実はリバースを購入する前にもいくらか挑戦してみました。あまりに泥仕合で人様に見せられるような内容にならなかったよ。そしてリバース採用後はテイク1、
さすがにリバースは格が違った。出はいつもの橋渡しタイム。孔子、魔力強化 ×3。ミストナック経由で取れるのでいりません。赤間、試験装備1、2。趣味でもこのラインナップでは物足りない。弓、HPMP、ハリセンボン。趣味、というか強豪に勝てない。クロマ、遠隔攻撃。エーテル類は変えるので、MP をケチる必要は薄いです。モノノフ、貼り付け。趣味、私は。トキマ、片手剣装備7、8。趣味でもこのラインナップでは物足りない。ナイト、遠隔攻撃、力強化。ナイトが対空手段を得られますが、マサナオサビでいいと思います。ウーラン、防御破壊。文句、ブレイカーがいないなら、橋渡し一つで攻防破壊両方取らせてあげて。しかり、フェニックス効果 UP×2。回復をアイテムで賄うことの多い低レベルでは特に有用です。このプレイでは証の番が取ります。ブレイカー、行動時間短縮。ブレイカーの役割的に後回しになりやすいです。右脇木文字は要注意。文句、行動時間短縮 ×2。通常プレイなら最有力候補ですが、これまた右脇木文字に注意。そして最後の固定トレジャー、エクスカリバー。ナイトと唯一互角の力を持つ赤ですら今回のエクスカリバー導入で騎士連盟の前に謝ることになる。言いたかったんだな。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。